ウィリアム・ル・バロン・ジェニーは、アメリカ合衆国の建築家、技術者。1884年の初のスカイスクレーパーの、設計者として、まず知られ、アメリカンスカイスクレーパーの父として知られるようになる。ウィリアム・ル・バロン・ジェニーは1832年9月25日、マサチューセッツ州ブリストル郡フェアヘイブンに、父のウィリアム・プロクター・ジェニーと母のエリザ・ル・バロン。 ギッブスの間に生まれた。ウィリアム・プロクター・ジェニーは、捕鯨船を保有する、船舶会社の社長であり、故にジェニーは裕福で信仰厚いピューリタンの家庭に、育つとともに、父の職業柄、幼い頃から旅をする機会にはこと書か,かない日々を、過ごした。1846年に、アンドーバーのフィリップス・アカデミーに入学し、最初の教育を受けた後、 1853年、ハーバード大学ローレンス科学学校に入学するが、その教育内容に満足することができず、エコール・サントラル・パリに転入する。同校では、当時の最新の鉄の工法とともに、エコール・ポリテクニークの教授であった、ジャンニコラル・イデュランの古典的機能主義の教義を学んでいる。1856年卒業、これは、 クラスメイトのギュスターブ・エッフェルに一年遅れてのことであった。卒業後の構造技術者としての最初の仕事は、メキシコでの鉄道敷設においてである。アメリカに戻って陸軍に後兵として入隊、1861年に始まった南北戦争に参加し、ウィリアム・シャーマン将軍、ユリシーズ・グラント将軍らの下で、要塞などの防御設備の設計に従事した。 終戦までには少佐に昇進、ナッシュビル統合作戦本部では技術担当幕僚を務める。戦後はイリノイ州シカゴに移り商業ビルと都市計画に特化した建築設計事務所を開業する。1870年代後半を通して週1回ミシガン大学で建築学を教えた。後年、シカゴ派の経営役となるルイス・サリバン、ダニエル・バーナム、 ウィリアム・ホラバード、マーティン・ローシェラは、ジェニーの事務所で、スタッフとして働いた経歴を持つ。1867年5月8日、オハイオ州クリーブランド出身のエリザベス、リジ、ハナコブと結婚し、二人の子供に恵まれる。子供は、マックスとフランシスと命名された。ジェニーの代表作は、シカゴにある10階建てのホームインシュアランスビルである。このビルは、 アメリカ初の構層建築であり、構造体のすべてを鉄製の柱、針で構成した最初の例であると考えられている。1884年から1885年にかけて建設され、1891年に増築、1931年に取り壊された。これまでの建築物は石やレンガで構成される礎石作りがほとんどであったが、 彼の設計では総重量にして礎石作りの約1、3程度に抑えられ、これにより建築物を構想にすることが可能になったのである。鉄製の構造体を持つ建築物は出荷時の体力低下という問題をはらんでいるが、彼は1889年から1891年にかけて同じくシカゴに建てられたセカンドライタービルにて石やレンガ、鉄、 大理石の床や間仕切りを使用することによって対応している。1872年にアメリカ建築家協会アイア、イヤ巡回員となり、1885年に正会委員に昇格。1898年から1899年にかけて最初の副会長を務める。1907年6月14日、カリフォルニア州ロサンゼルスにて死去。死後、 遺体は、シカゴのグレース墓地にある妻の墓の上に巻かれた。ありがとうございます。